こんにちは、カルトの枝10万円勝負です。今日は2022年の5月22日を5時間ほど過ぎてますけど見ていきたいと思います。現在のエイダコインの値段は 68.2 ということで、まあ相変わらずですよね。はい、チャートは1日もう23に入って4時間経っちゃってるので、4時間5時間経っちゃってるのでもうちょっと伸ばさないと見れないですね。ここまで来て、はい、ここ一応上げたんですね、今日1日ね。ここ1日こんな感じで動いたということで、一瞬70円に到達してますね。はい、これ日足ぐらいで見るとこれがどのように見えるかというと、はい、こんな感じで、まあまだちょっとね、まあ上がってるわけではないですね、全然ね。はい、まあこの後ね、まあこうちょっと保ち合ってる感じなので、ここからどっちに大きく抜けるのか、またこんな感じで下行っちゃったら次どこまで行くんだろう、50円超えるってことですよね。はい、厳しいですね、そうなったらね。はい、ツイッターの方見ていきたいと思います。はい、今日はビットコインピザデーでしたね。はい、バイナンスの、ツイートなんですけど、 CZ さんがね、ビットコインじゃなかった、ピザのお店でちょっと働いてるというイベントがツイートされてましたので、ちょっとこんな感じで、どこなんですかね、これは。非常に盛り上がってたみたいです。はい、で、この人も CZ さんですね。まあ、日本でもいろんな方がツイートされてましたけど、はい、こんな感じでお店でやってたみたいです。はい、コイン海外速報、国境を越えた支払いを容易にするための CBDC、総合運用性を備えた SWIFT 実験ということで、はい、まあ、これも過去の遺物になっていくんじゃないかなという感じはしますけどね。はい、あの既得権益を守ろうとしているだけにも見えてしまう感じがするんですけど、SWIFT はデジタル通貨を主に国内仕様の解決に焦点を当てているため、国境を越えた取引の難しさを緩和するために異なる CBDC システムのリンクに取り組みますということで、 CBDC も総合運用していくと。公式ブログの記事によると、 SWIFT は CBDCって書いてあるの。国境を越えた仕様は主に国内政策の実施のために開発されているため、このタイプのデジタル通貨の盲点であった可能性が述べています。 SWIFT の最高イノベーションの責任者であるトーマス氏は、 CBDC の様々なシステムが摩擦のない国境を越えた取引のために協力する必要があると考えており、 SWIFT はこれに関与しています。世界中で開発されていることの CBDC 間の総合運用性を促進し、相互接続することはその可能性の完全に実現にするためには不可欠です。今日世界の CBDC エコシステムは、多くの中央銀行が様々な技術基準プロトコルに基づいて独自のデジタル通貨を開発することで断片化するリスクがありますということで、まあちょっと詳しく知らないのであまり喋っていいのかっていうのはありますけど、まあその個人のね、あの送金でしかちょっと CBDC の方、この SWIFT ってあまり関わったことないので、まあ、国家間のお金のやり取りでどれくらい必要かっていうのはちょっと分かんないですけど、でも今そのこのね、なんていうの、法定通貨の枠の外でもうクリプトがあるので、ここにね固執する必要が一般人としてはないかなと。だからこの人たちが自分たちを維持するの機能を維持するために、ね、なんかいろいろ考えてるという感じに見えちゃいますね。はい、それに関連してかどうか分かりませんけど、ガイルさんが入って聞き直しているのが、ツイッター速報、紙幣からデジタル円に移行、みずほ銀行が受けようと、2022年から開始。で、これ、新聞記事とかね、クリプトの普段見てる、ソースからではないんですけど、ここをリンクすると、これは、5チャンネルっていうのかな、ちょっとね、昔の2チャンネルみたいなやつで出てます。金融機関大手企業約70社からなる企業連合がデジタル通貨の試験発行を開始すると発表。早ければ2022年の後半の実力を目指すとしましたということで、まだ出たばっかり。あ、でも、昨日ですね、これね。21日付。あ、だから、ちゃんとした他の記事が出てないってことは、もしかしたらガセかもしれないですけど、はい。でも、みずほかよっていうのが、まあ、普通の人のね、感覚だと思いますけど、はい。はい。星さん、これまた大きな球が飛んできた。Web3 は社会を改善するかの問いに対する一つの回答。論文著者には、イーサリム共同設立者、ビタリックさんの名前が入っており、社事には、デジタル大臣、オードリータンの名前が、ということで、ちょっとね、本格的な論文でした、これ。で、私、まあ、
なんだろ、全文用紙のところだけ読んだけど、ちょっと難しかったです。はい、で、まあ、どうですかね、私は改善すると思いますけどね。はい、龍馬さん、体のアフリカウェブ3リーダーになることを約束するブロックチェーン、体のブロックチェーンのアルゴリズムはアフリカ大陸全体の数十億人に金融包摂をもたらす可能性のあるスマートコントラクトを可能にしますと。はい、こちらヤフーニュースですね。そちらの記事をちょっと読んでみたいと思います。アフリカブロックチェーン技術の採用で米国とヨーロッパを飛躍させており、西側諸国よりも裕福にすることができると、カルダノのチャールズ・ホスキンソンチーフは主張する。ホスキンソンはブロックチェーン技術でアフリカ諸国の社会的経済的インフラを再構築するというビジョンを持っています。フィナンシャルタイムズの暗号とデジタル資産サミットで、アフリカの創設者は世界の発展途上国でのサービスは供給よりも需要が多いと述べたと。執筆時点でカルダノの価格は 0.53 ドルであり、時価総額は 1.8 ビリオンと。カルダノの西側諸国を支える根深い地方集権化されたインフラをアフリカ諸国が Web3 の拠点になる道のりで回避できる障害とみなしています。はい、ということで、ここ、まあ、話はね、大体知ってるよという感じではあるんですけど、このヤフーの記事で一般記事として、ね、このカルダノだけじゃない感じで書かれているのがいい記事かなと思ってますね。はい、アフリカの不動産市場では、土地所有権書類の偽造が問題となっており、政権交代により旧政権下で内戦後に行われた財産の主張を証明することが極めて困難であるということで、こちらさらに行くと、はい、カルダノはアフリカの未来をブロックチェーンベースにすることを推し進めている唯一の組織ではありませんと。こちらのインディゴインターナショナルホールディングス氏は、ヤフーファイナンスにもインタビューし、アフリカの暗号通貨市場は2021年に 1200% 以上成長し、世界最速の速度であると説明していると。ティンゴはインターネット接続さえ必要としない先駆的な SMS ネットワークを通じてブロックチェーン記録に記録されたマイクロローンを通じてアフリカの銀行口座を持たない人々に非常に必要なクレジットを提供することに着手しています。アフリカの人口の半分以上が携帯電話にアクセスでき、ティンゴの新しいカムペイサービスにより人々は分散型の安全なブロックチェーンを介して製品とニーズのために資金を送信することができます。ブロックチェーンサービスは SMS 技術でアフリカの何百万人もの農家に届き、最低2ドルのマイクロローンを提供すると巧みに付け加えました。ブロックチェーンを食料安全保障の取り組みや経済発展の促進など、世界で最も大きな課題のいくつかを解決する上で果たすべき大きな役割を巧みに説明しています。そして彼はその技術はすでにここにあり、遠く離れた曖昧で理解されていない概念やビジョンではないと付け加えましたと。はい、でまたカルダノの話に戻ってきて、カルダノはライバルのイーサリアムのような先駆者から何年も遅れを取っており、スターターブロックをキックオフするのが遅かったが、 Web3 の世界を構築することは 100m スプリントではないと考えている。オコナー氏はカルダノがゆっくりと発展しピアレビューされた研究に支えられて一歩前進するにつれ、ブロックチェーンは今や全国人口全体にサービスを提供するように拡張できるブロックチェーンソリューションを支えるのに十分なほど成熟していると述べたと。暗号の1日は伝統的な金融の1年に相当するという表現があり、ライバルブロックチェーンの支持者は永遠に思えたものの開発に苦しむカルダノを非難しています。しかしカルダノの厳格な研究開発という骨の折れる戦略を理解するには、エイブラハム・リンカンの木を切り倒すのに6時間を与えて最初の4時間は斧を研ぐのに費やすという言葉を思い出す傾向があります。カルダノは2015年に誕生し、最近まで開発者チームはその斧を研ぎ澄ましてきましたが、今ではステークブロックチェーンの証拠がカットされ始めており、アフリカで最初のストローク着陸があります。ちょっとこれはまあ日本語に訳すときにね、ちょっと変な言葉になっちゃって、最後ちょっとかっこいい締めになってないんだけど、はい、でもまあこれはすごいですね。4分のじゃなかった、6分の4、3分の2を準備に使うということですよね。はい、なるほどね。なかなかいい表現だなと思いますね。あ、そうか、そう考えると今まで開発で斧を研ぎ澄ましてきましたけど、このステークブロックチェーンの証拠がカットされ始めており、なのこれが木を切ってるってことかな。でアフリカで最初のストローク、これはまあ斧を振りかざすことを言うのかなとちょっと思いました。違ったらごめんなさい。はい、しぽさん、IOHK 次期カルダノプロジェクトカタリストファンド9を6月より開始すると発表ということで、
昨日ちょっとファンド9での企画をいくつかご紹介しましたけど、6月ということでまだね10日以上、あるので、10日以上っていうのはその何だろう、申請期間がね6月の途中上旬であるので、それまでに面白い企画をねぜひ考えて、面白いというか体のためになる企画を考えていただけるといいかなと思いますね。はい、私エキスポで皆さんにお世話になりましたけど、エキスポの案件は、ファンド8で成立しているので、まあ、それを実行する時期に、これからなっていくので、ファンド9は、ブロックチェーンエキスポという件では、出さない予定なので、他の企画を応援したり、まあ、自分もちょっと10日間ぐらい何か考えてみたりしていきたいと思います。はい、では値段に戻りまして 68.47 円ですね。14,012.9×68.47 で元本が10万円ですので、あれ計算しますと遅いね、859,463円のプラスということになりまして、859%のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。